栄冠ナインクロスロード。新入生スカウト検証。ハニバで変化がありそうなので、ここで今までの検証をしておくぜ。ハニバなのかハフバなのか、どっちなのか問題もあるわね。それはどっちでもいいんだぜ。ちなみに栄冠クロスは 0.5 周年っていう言い方ね。好きなように呼ぶといいんだぜ。前回はバージョン 1.20 のあたりにスカウト動画を上げたわね。当時はまだ私たちはいなくて監督が喋ってたんだぜ。環境の変化がないからこの動画も焼き直しではあるのよね。今までのおさらいみたいなもんだと思ってほしいんだぜ。以前の動画で守備ゲージなしがスカウト環境の変化を示唆しているっていう話があったわね。期間限定モード、栄冠クロス用語で新ロードの話だな。過去の動画で触れているが、ゲージなしが出るようになるが全体的に能力は高い、そんな感じになるんじゃないかと予想しているぜ。国内スカウトと仕様が違う可能性もあるわね。うむ、比較のためにも国内スカウトのまとめが必要になるんだぜ。それじゃあ検証いくわよ。検証方法はこんな感じ。守備だけ 1.5 倍にするぜ。守備ゲージの評価を補正するのね。いくつか検証した結果、 1.5 倍するのが一番良かったんだぜ。ババン。そしてこれが検証結果よ。これは当然だけど野手能力の平均だぜ。投手が実に優秀ね。投手も野手も見つかる場所になってるんだぜ。能力の高い野手を探すという条件なら打撃が最高ね。逆に特別な理由がない限り一芸には行く必要がないぜ。あと一番下の数式は何かしら？ 3.46x+143.09。 これは選手能力の予測式だぜ。 X にスカウト時の数値を代入すると入部時の能力を予測できるぜ。それはつまりこの画面からこの画面が予想できるということ？正確には弾道から捕球までの全部を足した数字だぜ。スカウト時のポイントが多いほど能力が高いのには変わりはないぜ。一芸スカウトでは平均は低いけどたまに怪物がいるとかそういうことはあるのかしら？それが実はごくりない。え？安定感がない代わりに爆発力がある、そんなあるあるは新入生スカウトにはない。そうなのね。過去の動画から持ってきた分野別データがこれだ。最頻ってのは最頻値のことで、この数字が200人中で一番多かったですよって意味ね。投手から順番に見ていくぜ。これが打撃のデータ。平均最強、最高評価も高いわね。このレベルの選手は50人に1人とかだぜ。守備がこれ。最頻が一番良かったのね。代わりに最大が一番低いけど安定感はあるけど爆発力はないのが実は守備っていう話になってしまうが、19も20も変わらないんだぜ。データ的にはそうですよって話ね。うむ。そしてバランスがこれ。最頻が一番低いけど最大が一番高い、つまりまんべんなく低いかまんべんなく高いのどちらか。最高評価の内田くんのゲージがすごいわね。パーフェクトバランス、そして平均最低の一芸、三つも青いわよ。最頻の 10.5 も最低値が10ってことを考えると実質4冠。あんまりじゃないかしら？これは調整するべきよ。最高評価の荻原くんも、これなら打撃でいいのでは？って感じなんだよな。最後に特になし。普通ね。最頻値が実は2だったりするぜ。打撃が12で3位だからちょっとだけいいわね。微差だけどな。野手能力だけで判断するなら打撃が結論というわけだけど、他に何かあるかしら？そうだな、寸評も無視しちゃダメだぜ。寸評は青得しさなのよね。天性のホームランバッターとかはパワーヒッター持ちとかな。一番大事なのは、彼は天才なのかもしれない、だぜ。正確天才肌がほぼ確定ね。極低確率で偽物らしいが基本は天才肌だ。そうなるとゲージなんか関係ないぜ。あとはコーリードが光るとかもいいんじゃないかしら？キャッチャー丸以上だな。二重丸の可能性もあるんだぜ。参考画像が用意できないぐらいにレアだけどな。キャッチャー丸持ちの特待生もいるしね。それもあるかな。とりあえずスカウトについてはこんなところかしら。新入生能力の予測式をもう一度ペタッと。
うちの監督の研究の成果ってやつだぜ。あと新入生スカウトは監督さんによっていろんな方針があると思うぜ。この動画はスカウトは打撃に行くべきと言ってるわけではなく、能力の高い足という条件では打撃が一番確率が高いですよっていう動画なんだぜ。投手のスカウトもしないとだしね。我が校では最低でも一人はスカウトしているな。この動画がスカウトするときの参考になればいいわね。守備にしか行かないから関係ないって監督さんもいるかもしれないぜ。そういう監督さんは高評価だけでもポチッとお願いするわね。この動画が参考になったって監督さんは、チャンネル登録してくれると嬉しいんだぜ。それじゃあ監督に締めてもらいましょ。唯一の出番だぜ。張り切ってどうぞ。それでは、チャンネル登録と高評価、よろしければお願いします。またねー。